せーの、皆さんこんばんは、むげなです。はい、ということで今年も、この時期がやってまいりました。はい、そうですね。はい、あのお気に入り紹介をやっていきたいと思います。はい、9月、はい、そうです。はい、じゃあ今回も3つずつ用意してきたので、はい、順番に紹介していきたいと思います。じゃあむくから。はい、じゃあまずこちらカラコンなんですけど、ドンキでいつも買うんですけど、そちらで購入いたしました。はい、こちらの商品になります。リココアンデーヘーゼルハニーという色になります。うん、こんな感じなんだよね。斉藤飛鳥ちゃんがモデルやってて、なんか可愛いと思って買ったんだけど、14.2mm って書いてあるんだけど、実際着色の部分がね少ないんだよ。ほら大きさそんな大きくないけど、うん、ちょうどいい漏れ感のね、うん、サイズなんですよ。しかも馴染みそうだね。そう、馴染む。最近おすすめのカラコンなんですかって聞かれることが多くて、うん、なので今回は紹介してみました。うん、でこれ違う色も買ったことあるんだけど、それもすごい良かったから、ここのリココアンデーを、うん、押したいと思います。私は。じゃあ続いて私もじゃあ目つながりでこちらじゃん、クリアフレームのメガネですね。つけるとこんな感じで、結構大きめなんですよね。うん、なんかねこれは2号で1000円ぐらいで買ったんですけど、うん、なんかさこういうのさ流行ってるから なんか欲しいけど、ね、うん、どこの何を買えばいいか分かんないからさ、うんうんうん、いいね。2号で売ってました。分かりやすくて。そう、こちらジンジン君とお揃いです。あ、そうなの。そう、ジンジン君もつけてた。そうなんだ。そう、ウィゴーで買ったらしいジンジン君。夏っぽいけど別にね、これからもつけれると思う。そうだね、はい、確かに。ぜひみんなを見つけたら買ってみてください。はい、次次こちら、はい、じゃん、こう2個ポンって紹介しちゃうんだけど、うん、まず最初こっち、うん、あの私あの本当にお財布が本当にもうインスタに載っけてるんだけどね、猫の100均のお財布をなんか4ヶ月ぐらい、お財布とは言わないでよ、あの、ね、ポーチ、ポーチっていうかもう、もうこ重いねみたいな、本当にをずっと愛用してまして、愛用すな、気に入っちゃってたんだけど、でもさすがに使いにくいしすぐなくすんですよ財布を。本当に絶対そのせいだったもんね。そう、財布を全然持ってなかったんですよ。なのでやっと買えたんですよ、念願。うち本当にこれ嬉しくて嬉しくて、なのでしっかり見てください。え、可愛くないこれね。あのラベンダーカラーなんだけどね、ここにお花みたいなスタッツがついてて、ガマ口なのがポイントですよね。ちっちゃいサイズがずっと欲しくてね、やっぱカバンとかちっちゃいから、ね、ずっとポーチ使ってた身からしてはすごく嬉しい一品となっております。嬉しいというか、もう一緒にいる私としては本当に電車に財布を忘れて改札出れないとかもしょっちゅうだったんですね。なのでもう本当に早く財布を変えろと、はい、だからだぞってずっと言ってたんですよ。はい、でもなんか私も嬉しかった。なんか写真撮られたもんね。僕が財布使ってると思って本当にやべえんですよね。なので良かったですね。良かった。でこちらカセリーニというお店なんだけど、うん、本当に好きなんですよねこのお店が。うん、でそれで秋のバッグがね超可愛くて、こっちも買っちゃいました。うん、それ可愛いね。そう、可愛いの。これガマ口。ガマ口好きなんだよ。だからガマ口イン、ガマ口ってこと。え、そう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 。あの中はこんな感じ。あ、これがねロゴなんだよ、うん、みんな。てか前にもねキャセリーヌの商品紹介してんだよねバッグ。うん、そうだから結構愛用してるブランドなんですけど、これねあのお店の人が言ってたんだけど、ここの生地あるじゃん、うん、言ってたね。そう、これがなんか国会議事堂とかで使われるクラスの布らしくて、うん、めっちゃ高級なんでしょ。そうだから片面にしかこれが使えなかったらしくて、うん、こういう感じになってるんだけど、これがねまた可愛い。そうそうそう、それがそうだからね、これあんまり数が生産できてないので結構ねゲットしてよかったですね。いやもう気になる人は急げってことね。急げ、うん、キャセリーニ。はい、はい、次こちらです。じゃーん、こちらマッシェビプラチナウプラチナベールスプレー EX という感じなんですけどヘアオイルとかあるよね、うん、ここのやつって、うん、これはヘアスプレーなんですよ。だからスタイリングした後にこうスプレーをする感じなんですけど、はいはい、あのねこうやってみますね。まず、うん、こうシャーって適当にパーってやります。はい、匂い、はあ、マジェリだ。そう、めちゃくちゃいいですよ匂いがね。何の匂いそれ。なんかお花の匂いですかね。そうだよね大体。なんかバラとかそこら辺の感じのなんですけど、はい、これ何がいいかっていうとですね、はい、まず匂いをブロックしてくれる、タバコの匂いとかが髪につくのをブロックしてくれます。それを一掃け、あートレトレになるの。だからストレートの時につけたいんですよこれは。なんかもうほぼなくなってきてるんだけど、個人的な感想としては雨の日とか湿気で広がりやすい時とかもこれつけたらまとまってるなって思うし、巻いてる時とか逆になんか巻きが取れちゃうイメージ。だから結構ストレートの時に使うんですけど、なんか本当に髪の毛のツヤが綺麗な人ってなんかそれだけでこう可愛いなって思うわけよ。だからそういう印象って大事だなと思って
て、やるやん。こちら結構おすすめします。いくらだった？本当買ったのが別に最近じゃないから覚えてないんですけど、しかもさ、うん、あの多分見てくれてる子中高生多いと思うんだけどさ、学校香水とかつけるのは無理じゃん。だけどこれめっちゃちょうど良いよ。しかもみんなストレートだと思う。そう、多分ね、うん、うん、いいと思う。いやでも本当にモテる女の匂いするよな。するする、めっちゃいい。これいいと思います。ドキッとするわって、うん、でやっぱ男の人って多分ストレートのサラサラってやってるのが好きだと思う、黒髪の、はい、そうですね。じゃあみんな頑張れ。なんかさ、うちが言ってもさ、説得力ないのな、次。本当に嫌だよね。嫌だよね。はい、じゃん。こちら、うん、サンメイクパーフェクトマルチアイズ、これ03番の色を買いました。これは別に新しい色とかではないんだけど、ね、でも秋っぽいね。そうなの、すごくね、見てください。私最近秋メイクしたいっていうのが口癖なぐらい秋メイクしたい、いい女なんですけど、うん、これもうザじゃん、うん、なんかね、これ なんで買ったかっていうと、うん、テラコッタのカラーみたいなのが書いてあって、うんうん、でもテラコッタに惹かれすぎて、うん、秋といえばテラコッタよな。そうそうそう、全部使いやすい色なんですよ。しかも裏にね、こう書いてあるんでね、この辺に塗ったらいいよとか、うんうん、キャンメイク書いてくれてるのね。そうそうそう、初心者向けにのメイク、やっぱキャンメイクいいよね。そうだから、多分、うん、メイクまだあんましたことないよって子も買いやすい、値段だし、うんうん、使いやすいし、いくらぐらい？780円かな。安っ、天才よ、こんな。お腹がついたらもう安すぎて、お腹がついた。食べたくなっちゃったね。安すぎて。これからの時期の色なのでね、うん、これはもう買うしかねえです、うん、いいよ。次、はい、じゃあお腹が空いたっていくって、はい、こちらっていうのはないんですよ。あ、そうじゃん。そう、まあ、紹介したいのはこちらなんですけど、写真出しておきますね、うん、ハニーラテ、ローソンの商品なんですけど、うん、これね、近くのローソン行ったら売ってなくて、ちょっと今用意できなかったんですけれども、うん、これね、ファンの子が教えてくれたんですよ、うん、インスタで、うん、これ飲んでみてくださいって、うん、もうすぐ買いに来ました。めちゃめちゃ美味しいの。このローソンハニーラテは、ハニーのラテって感じ。ハニーが強いんだ。そう、もうめっちゃ蜂蜜、とにかく美味しいんですよ。お値段は多分130円とかかな。蜂蜜好きな人は飲んでみてほしい、うん、じゃあ私もローソン行って見つけたらもう動画撮るわ、うん、インスタストーリーとか載っけるわ、うん、感想ちゃんと言う。本当に、うん、なんか多分コーヒーが苦手な人でも飲めるぐらい甘い。あーね、そう、好き。めちゃめちゃ美味しいです、うん、教えてくれた子ありがとうございます。はい、ということで、はい、9月もお気に入り紹介が終わりました。はい、よかったらみんなもぜひ見つけたらね、買ってみてください。はい、はい、それでは、まあ、このカラコンをつけてお目目ツルツルにしていただいて、まあ、皆さん財布持ってると思うんですけど、財布をない方はぜひ買っていただいて、こちらの他に地蔵に入れていただいて、でそれに合わせてテラコッタのメイクをしていただいて、目隠しちゃいます。それでもう目が隠しちゃって、でもツルツルにしていただいて、ハニーラテなんでフィッてやってください。お願いします。